始まります。プリムローズの優勝戦です。楽しみです。2年ぶりの戸田 G1 チャンピオンの座をかけて、ここまで熾烈な争いの中、シリーズ6強が勝ち上がってきました。 G1 戸田プリムローズ開設65周年記念12レースの優勝戦を迎えます。ミッド離れはほぼ揃いました。6名バックステッチが譲りまして、コース枠並みの体勢です。優勝戦の水面状況ですが、スタートライン上向かい風、少しその風の勢い増してきていまして、しっかりと吹いています。スタートライン上の向かい風です。1コースには地元不動のエース桐生純平、地元5年ぶりのタイトル、そして通算1000勝に王手をかけての引戦となります。さあ、バッターをかけるのは直線の威力は強烈、平尾貴教。この2コース攻略が最大のポイントになりそう。3コース3番の山口剛、上昇ムード、準優勝戦ではキレのある動きを見せました。4コース角には戸田の執念 V2 をかけて4番辻映像、外にも地元勢、地元初タイトルがかかります5番の飯島明宏。5コース3年ぶり G1 2回目のリースになりました。6コース6番の石塚久也、優勝戦進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。3コースターインコースから1番の2番ですね。優勝戦 V で1000勝記念の V1000 勝おめでとう。はい、ありがとうございました。